札幌市西区のボーリング場で開かれた EKS デイ2024には知的障害者28人を含む108人が参加しました。このイベントは知的障害者と健常者でチームを作り、スポーツを通じてお互いの個性を理解し合うことを目的としています。イベントには北海道日本ハムファイターズの BB やレバンゴ北海道のレバードといったマスコットキャラクターもゲストとして登場し、ボーリングで交流を深めていました。